皆さん、こんばんは、ティーンダイの脈部キングタクです。私みたいな男性の食事バランスチェックを言います。いい例と悪い例、まず悪い例から言います。小食、食パン、目玉焼き、ヨーグルト、小1パック。昼食、スパゲッティ、野菜サラダ、梨半分。夕食、ご飯、小盛り1杯、ハンバーグステーキ、野菜サラダ、みかん1個、牛乳コップ、半分。主食と副食が少ないのと、ビタミン、ミネラル、食物繊維が不足。だから悪いんです。まず朝食に、野菜炒めを追加、昼食のスパゲティに野菜、キノコを追加。そして、いい例を言います。食パン1枚、野菜サラダ、目玉焼き、牛乳瓶1本。昼食はうどん、ほうれん草のおひたし、冷ややっこ、みかん1個。夕食はご飯大盛り1杯、野菜の煮物、焼き魚、具だくさん味噌汁、りんご半分。コマのバランスがいいんです。覚えてください。私みたいな男性、本当に大丈夫でしょうか？心配です。食事バランスちゃんと取ります。以上です。バイバーイ。